どうも、ジェ。夜だからね。夜だからね。はい。もう10時過ぎてるんですよ。そうですよ。もう早くしましょう。はい、どうも、長崎 JP のジェです。よしです。よろしくお願いします。よろしく。はい。まあ、先ほど言ったように、はい、10時回ってます。そうなんです。はい、今日は夜遅くの、夜遅くの。やばいですね。はい。はい、ちょっと遅めのね、撮影なんですけれども、はい、はい、そうですね。今日はですね、先日行われたバカアタックゲームの報告会を行いたいと思います。はい、お願いします。はい、無事ね、うん、大会の方が開催されまして、はい、J ピックカップ第1回バカアタックゲーム大会、無事終了しました。はい、お疲れ様でした。はい、まずはですね、はい、結果の方を皆さんに お知らせしたいなと、はい、まあ、お伝えしたいなと思います。はい、優勝、ビッグク。わー、さすがですよ。いや、これはもうさすがやったね。うん、うん、よかったもん。もう安定の強さでしたね。うん、でまたそのプレッシャーとかも関わる中で、はい、やっぱその B クイックが来るっていうのと、まあ動画内でも B クイックでやってるんで、期待値も高かった中で、はい、しっかりと結果を残してくれました。はい、はい、まあ、すごいですね。実力あった確かなものでした。はい、で準優勝、J ピック1。わーい、わーい、はい、まあ、J ピックから龍也、純也、俊、はい、この3人が J ピック1として、はい、出場してくれたんですけれども、見事準優勝ということで、うん、あの B クイック相手にもね、引けを取らず、いや、マジですごかったですね。はい、かなり前線してましたね。うん、はい、すごかった、すごかったです。で、3位が A クイックと鎮西学院 D、はい、ということですね。すごいな。ここもね、結構面白かったですね。ね、面白かった。はい、で、唯一ベスト4に高校生が入ったということで、うん、あの、いいバレしてましたね。そうですね。うん、頑張ってました。はい、で、それとは別にですね、グループ予選で、まあ、負けちゃって、下2つというか、うん、下位パートに落ちちゃって、なんか勝つか。まあ、グループの中で、4チームあって、その、はい、下位2チームが、下位トーナメント、そうだね、なったというですね。はい、で、下位トーナメント優勝が、メイゼン。はい、これあの福岡かどっかの高校生だったかな、多分そうだったと思います。はい、はい、で準優勝が、はい、ネクスト3です。うわ、いや、すごいですよ。準優勝でも、うん、下位でもすごい。まさかのね、うん、そうなんですよね、まさかの、うん、まさかあなたたち勝ち上がるみたいな、まだ残っとったとみたいな、うん、はい、感じだったんですけど、なんか、ね、バックアタックゲームに慣れていった感が強かった。そうですね、なんか徐々に、うんうん、で、決め方とかこういうボールが決まるなとか、バックアタックゲームだったらこれが有効だなっていうのがちょっとこう、あの、試合をしていくにつれて分かって、だからうまくこう勝ち上がっていったのかなって思いましたね。なんか B クイックさんのそのなんかめっちゃ強い強打とかじゃないんですよね。そうね、うん、なんかうまくこう扱ってましたね。うんうんうん、まあ不意をつく、ね、ボールだったりとか、うんうん、コースにこだわったりとか。そうですね、あっち向いてほいだほうだったりとか、ね、そういうのが結構有効だとして、うん、あの試合の中でね、うん、よく使われてましたね。はい、はい、で、3位がシンスケ と、レイビー2ですね。はい、はい、まあ、しんすけは元春高チャンピオン、エースの、ね、方がいたんですよ。そうだったんですか。はい、大村工業が、に春高日本一した時のエースの方がいたんです。そうなんだ。なんで結構僕はおーってなりました。うん、だし B クイックの3人もおーってなってました。うん、え、あの人おるやん。へー、そうなんだ。それぐらい有名な方が言ったところが、3位と、うん、まあ、現役引退されて時間も経ってたんで、うん、ちょっと風貌とかもね、ちょっとやんわりされてて、うん、はい、はい、そんな感じでしたね。はい、で今回結果報告の成績のこの中には入ってないですけども、はい、ヨッシーも JPIC2 として出場されて、はいはい、で決勝トーナメントはどこに負けた？鎮西学院に負けました。あ、高校生ね。
よかったっす。そうよね。普通に。で、この鎮西学院の2人は、ビーチでもね、全国大会に出場してる2人で、まあ、上手でしたよね。上手でした。ボールの扱いも上手で、まあ、2人でやることに慣れてるっていうのも、まあ、結構大きかったんじゃないかなと思いますね。そうですね。はい。やってみてどうでした？ジェイピック。ジェイピック、バックアタックゲーム。いやー、やっぱりね、2人でコートを守るっていうのが難しい。あ、まあね、そうよね。1人で守る範囲が広いし、うん、強打もあって、その前もあるってなったら、やっぱりちょっと、おーってなっちゃうんですよ。うんうんうん。すごい難しかったですよ。まあ、難しいし、あれ結構、やっぱ体力いるよね。うん。まあ、ビーチバレーもそうやけどさ、うん、コートに2人しかおらんけん、上げるボールもさ、次の人のことを考えんばし、ある程度その次の人がおる方に頑張って解散負けんが、なかなかやっぱパスも丁寧になるし、ね、次のことも考えるけん、なんかそういう意識も強くなるし、まあなんか練習とかトレーニングとかっていう考えやったらすごいなんか大やってもいいっていうか、ね、練習の中でも全然取り入れていいなって思えるこう大会だったんで、大会っていうかそのバックアタックゲームがそんな感じだったんでね、取り入れていきたい。実はあの配球の常禅寺高校って出たの覚えてます？ AVD 級で。そうそう。あ、違う、ファイブボンバーか。そう、常禅寺高校がその2対2の練習をずっとやってるらしいんですよ。へえ。役に立つのかな。やっぱやった方がいいんやね。インドアのさチームでもさ、ビーチバレーをこうトレーニングで取り入れたりとか、練習の一環としてやったりとか、うん、でこうやっぱ取り入れてるチームもあるしね、うん、やっぱ二人制っていうのはためになるね、役立つ、うん、役立つんで、まあ動画をねご覧の方もやってみるといいかなと思います。はい、まあ外から見てて、うん、ちゃんとね紹介したいチームがいるんですよ。はい、ドスコイパイナポ。はい、そうですね。これは間違いなく今大会 MVP。 そうね、うん、もう大会をめちゃくちゃ盛り上げてくれました、うん、あのチームは、うん、見っとって楽しかったね、うん、飽きんし、そうね、うん、ドスコイパイナポってやってたんですけど、あそこは俺はすごい印象深いチームですね。あとなんか試合前もなんか掛け声しよったよね。ああ、なんかしてましたね、うん、だからそこは映るかどうか分かんないんですけど、まあ、チラッと映ると、そんな部分はない、あ残念ながら。でもまあ喜んでるところはと、なんか俺がインスタ、あ、じゃあ長崎 JPEG のインスタに載せたよね。ああ、なんかありましたね。はいはい、で多分ハイライトに載ってるんで、ストーリーの、うん、でそこ行ってもらえると見れると思います。はい、見てます。まあそれがすごい印象強くて、でまあ、B クイックが強いとか上手とか、まあ、まあもちろんあるんですけど、ドスコイパイナポー MVP 差し上げます。おめでとうございます。動画がいいから、動画ないからか、うん、いやもうこれは MVP をね、はい、差し上げたいなと思います。よかったです、はい、めっちゃ面白かったね、うん、はい、はい、それで、今後のこのバックアタックゲーム大会、うん、やっていくのかどうかっていうところなんですけれども、おい、冬大会をやろうと思ってます。マジか、はい、いやまあ楽しみ、それは、うん、マジか。で、まあ可能であればね、また B クイックの方にも、 B クイックによって、まあ、B クイックにもですね、はい、参戦してもらって、はい、大会を盛り上げていただきたいなと思うんですけど、ね、まあ、冬にやる理由としては、まあ大学を含め、まあ、高校もそうなんですけど、まあ、引退したね、うん、選手がたくさんそうこういると思うんですよ。で、まあ、体を動かしたいとか、思い出作りでちょっと出てみたいとか、まあ、そういうなんかこうバレーボールをやるきっかけ、うん、そういう時間ができると思うので、そうね、はい、なので、もう冬にちょっとやろうかなというふうに思ってます、うん、はい、まあ、体を動かしたいにしてはちょっときつすぎるかもしれないけど、あ、まあね、結構タイトだね、うん、そうね、まあ、いっぱい人呼んでね、しっかりあの4人でやってもらえれば、うんうん、多分いい感じに疲れるなぐらいで、そうね、交代交代でできるしね、うん、なんで、まあ、高校生以上からあの出場できるんで、ぜひ参加してほしいなと思います。はい、で、なんか後々はさ、うん、九州大会とか、ね、
西日本大会とか全日本大会とか、はい、なんかそういう風に規模が大きくなっていって、まあ、そういうところでその B クイックを応援できたらなと、うんうん、ね、そうね、うん、本当に、まあ、我々もバカタキゲームっていうのを B クイックの動画からこう参考にして取り入れさせてもらってるし、まあ、その大会をやることで、まあ、B クイックがやってるからこういうことができたとか、うん、ウィークがこういう動画やってるからウィークの動画見た方がいいよとか、うん、いろいろやっぱその中で潜入もしたりとかしていろんな情報をやっぱ得られるっていうのもあるんで、まあ、お互いねこうミンミンな関係でウィークのためでもあるし JP のためでもあるしお互いこう同じバレーボールの道具の中にいるんでもっと広がっていければいいなと思ってますんで、なんか JP 応援したいウィーク応援したいっていう人が参加してくれるのも全然いいし、うん、ね、なんかあんまバレーボールやったことないとかでもね、うん、全然いいと思うし、はい、何きっかけでもいいんで参加してほしいなと思います、ね、はい、あんま入場制限とかも、まあ、今回もかけなかったし、まあ、今後どうなるかわからないんですけどなるべく人を入れて試合を見れるようにするように努力はするんで、はい、ぜひ足を運んでください。今回も結構集まりましたもんね。100ね、150人ぐらい。そんなに？応援だけで。やば。そう。だけチーム関係者とか JPIC の関係者はカウントせずに150人ぐらいなんで300人ぐらい集まったんじゃないかな。すげえな。第1回でいきなり。そうね。しかもお盆で結構まあ忙しいっちゃ忙しい時やったけん。うん、まあ、冬大会はもう少し盛り上がるかなって。で2日間ぐらい設けないと。あ、いいきついかな予選と決勝トーナメントと、うんうん、なので、はい、会場を抑えてちょっとやりたいなと思います、うん、皆さん参加してください。ぜひまたねちょっと大会前に告知はさせていただくので、はい、ぜひよろしくお願いします。します。して、動画の方がいつでしたっけ、もう一度お願いします。来週の日曜日なので、28日、はい、19時、はい、19時にダイジェストが上がります、はい、まずね、はい、でその後はちょっと、はい、秘密にしておきます。秘密ね秘密です、はい、はい、一応そのお知らせがありますっていうことは伝えておきます、はい、動画の一番最後に、はい、はい、でその動画を見て何があるか分かるってことですね。はい、はいはい、見てください。見てくださいよろしくお願いします。お願いします。はい、でこの動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。通知音設定、それからコメント拡散の方していただけると嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。